やっぱ舐めちゃダメだよ。ね。海外旅行もできないんだからね、みんな。ヤクザやったら。ね、海外旅行ができないのも分かってみんなヤクザやってんだからさ。ね。ね、それはもう本当にまずいよ。ね、だから、やっぱヤクザってお金持ってるのかなみたいな。いい車乗ってるよなとかさ。ね、少しは知ってると思うよ。だって全国47都道府県あってさ、ね、街のね、例えば大田区、蒲田って言ったらさ、ね、俺蒲田に住んでるけど、蒲田に何個あんのよ、ヤクザが。どの街にも、どこのさ、大きいところでもさ、山口組でも住吉でもさ、稲川会でもさ、大きいところも絶対あるわけじゃん。街に一個ずつとか、あるいはもうちょっとあったりとかするじゃん。あそこも山口、ここも山口組になるとかだよとかさ、ここは住吉だよとかさ、ね、渋谷とかすごいじゃん。ね、新宿とかさ、池袋とかさ、銀座とか、すごいじゃん。みんなが知らないだけじゃん。知らなくても、ディープにこう、ディープに入っていけばさ、みんな知ってるわけじゃん。ね。で、企業とかも仕事していけばしていくほどわかるじゃん。例えば、ビシってついてるとこ、山ビシとかビシってつくと、あ、もう、なんでひし形なの？